ございます。今日はですね、4月13日で、タイの、ね、お正月がスタートする日でございます。はい、で今日は、ね、朝からね、ここにお坊さんがね来るそうで、まあ、皆さんね、こんな感じで、ですね、はい、半分のね、食事なんかを、用意してですね、お坊さんが、来るのを待っております。はい、ちょっと会場をね、見てみましょう。会場のってことね、これね、はい、タイの田舎のね、ソンクランです。市内のですね、会場に、こんな感じでですね、仏像が運ばれております。ここ普段ね、仏像がある場所じゃないんですけども、はい、仏像が並んでおります。はい、市内ではこんな感じでいつもやってるので、まあ伝統的な感じですよね。みんな水をですね、お互いにかけてるというわけではなく、静かなタイの田舎のですね、ソンクランという感じですね。はい、เดี๋ยวขวาไปพักใหม่นะครับสะพานบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลเพชรรัตน์นะครับจากนั้นขึ้นบนทางเส้นทางเดิมนะครับก็คือไปทางที่ไหนนะครับไปถึงบริเวณแยกเอสอาร์เดี๋ยวขวานะครับแล้วก็จะตรงไปถึงบริเวณแยกโคลงหรือว่าถนนข้าวโพดดุลกับบริเวณนะครับเข้าสู่ประจำเร็วหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแสงแดดเริ่มนะครับซึ่งหลังจากส่งน้ำเสร็จที่เดือนนะครับจะได้ทำบุญข้าวป่านะครับบริเวณด้านหน้านะครับของโบราณคดีครับตอนนี้สังเกตได้ว่าในช่วงแรกวันนี้เริ่มต้นนะครับ13 14แล้วก็15เมษายนแล้วก็เชื่อเดือนนะครับว่าบรรยากาศนั้นก็จะไปคึกคักนะครับคึกคักกันนะฮะที่บริเวณถนนข้าวโพดนะครับประมาณสักช่วงเวลาไปบ่ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีประปานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นถนนเล่นน้ำสงกรานต์นี่อาการนัดที่มาแล้วただね誰一人こう水をね掛け合う人はいないですね。
カオコウのね、滝から、帰ってきたところですが、ちょっとね、今自宅の方へ来ておりますが、そこね、我が家ね、ここですね。はい。我が家の、はい、道路挟んで向こう側ね、はい。あそこがね、お父さんとお母さんの本宅ですね。要は実家というやつですね。はい。それでですね、うちでよく登場するのが、あの、下のね、はい。はい、下のにですね、土地、はい、があるんですけども、そこでですね、お父さんが何やらね、作ってるということで、皆さんにね、ご紹介をしていきたいと思います。それにしても暑いわ。あ、そうそうそう、さっき、天文パンを天文パンを買ったので、おーおーおーおお、天文パン、はい、30バーツです。アロイ、熱々熱々、サディカップ、で、このね、自宅の下のところが、まあ、大体ですね、それ2センチもぐらい多分あると思いますけども、まあお父さんとねお母さんの土地でございますが、以前ねここでよく無農薬野菜を僕も作ってたんですが、ここでですね見てください、はい、別宅を建てたんですよねよくわかんないよ、タイの人、俺はよくわかんない、家がもうあるんですけどね、これだからいわゆるこう日本でいうところの、あの別荘ですよねすごいよね、別荘作っちゃうんだからね、大したもんですよ本当に、タイの人ね。でまああの豊いですから、まあ徐々にですね、はい、作る感じですね。ですからお金ができたらつぎ込んで作っていく、まあタイね、田舎はあの大体皆さんこういう形式でね、作ること多いですね、はい、いやー暑い暑い女今ここはね、前はあのネズミじゃねえミミズ小屋としてね活躍してましたけども、今あの鶏小屋になっております、はい、まあ、それでね、はい、この奥ねずっと広い畑になっておりますけども、一番、まあ、すぐねそこが山ですけども、山のすぐねそば、のところに、川が流れてます。で今は、行っても無駄だと思うんですが何
枯れちゃってますもうこの寒気でね。はい。わさびか。わさびか。おおろん。うん。うん。うん。おお。皆さんのソンクランですけども、働きに皆さん出てきてますね。はい。お父さんもちょうどね、はい、出稼ぎからソンクランで帰ってきて一緒に手伝ってるっていう感じですね。はい。うん。ね、これずっと土地ですからね、広いんですよ。であそこね、水がめ、15台僕用意しましたけども、はい、まあこれだけあればですね、農作物換気の時もなんとかギリギリ間に合う感じですね。はい。タイのね、田舎のソンクラの一日をお届けしました。いかがでしたでしょうか。また次のね、動画でお会いしたいと思います。ほら、ミカちゃん、バイバイな。はい、バイバーイ。